今回ですね、ブレーキパッドを交換していきます。日産のセレナで、平成28年式なんで、フルモデルチェンジしてすぐぐらい。なんで今ちょうど5年以上経ってる状態で、距離が4万キロ、4万1000キロぐらい。ちょっと4万キロ超えたぐらいなんですけど、なんか一回もブレーキパッド変えてなくて、その現地で見た時に、ホイールの隙間から見た感じで、あ、これ全然残量ないなと思ったんで、これ交換だねっていうことで預かってきました。今実際外してみてどうなのかっていうのをね、見ていこうと思います。はい、今外しました。これ新品でだいたい1センチぐらいあるんですけど、もう4ミリもないですね。3ミリ、2ミリちょっとかな。目視で。これはもう交換しないといけないですね。なんでこれはもう部品を頼んでいきます。で、セレナがブレーキ泣きっていうのをめっちゃするんですよね。この方の前から、C25 の方ぐらいから、ブレーキ泣きっていうのはもうほんと続いてて。で、今回セレナの方は一応対策の部品っていうのが出てるんで、一応そっちを注文して、交換をしていきます。で、次は前の方もフロントも見ていきましょう。はい、今度フロントですね。前の方ですね。じゃあこっちも外してちゃんと見ていきます。あー、ないっすね。はい、これ分かりますかね。ブレーキパッド、ないっすね。これも前も1センチぐらいはあるんですけど、もうこの状態、この状態はすごく危ないですね。このブレーキパッドを交換しないでおくと、こっちのローター、こっちのローターまで傷つけて、こっちまで交換しないといけないってなると、またお金かかっちゃうんで、早め早めに交換しておかないと修理代が高くなります。これはまあよく持ちましたね。で、セレナとか大きいクラスになると4万キロ持てばいい方じゃないですかね。だいたい3万キロから4万キロの間ぐらいで多分交換時期になると思います。セレナとかは特にその距離数で交換っすね。もう後ろとかは特に減りも早いですし、今回はまあ前もない状態なんで交換していきます。これ新品ですね。これ日産の純正のパッドですね。あのブレーキとかは、やっぱ純正がいいっす。で、一緒にこれも日産のね、フィットワークのね、ブレーキメンテナンスセットっていうキットがあるんで、まあ、これに、まあ、このペーパーですね、ペーパーとあとグリス、これセットであるんで、ブレーキのメンテナンスキットっていうのがあるんで、これまあ便利ですね。これがあれば。じゃあやっていきます。まずは、まあこっちのね、ピストンとか、こういうとこね、グリスとかがついてるんで、まあ拭いてあげて。で、これは元々のやつですね。と、これですね。で、これ新品っすね。比べたら分かるんですけど、全然厚みが違うっすよね。なんでこれが新品なんで、1センチぐらいあるのがもう2ミリとか3ミリとかそうなってくるんで、同封されてるペーパーで面取りって作業をするんですよ。面取りっていうのは、まあこういうね、当たり面、こういうブレーキパッドの新品って、ここはこう角が立ってるんですよね。ここをちょっと削ってやらないと、ブレーキ泣きってあるじゃないですか。なんかキーッと音がするやつは、このローターとここの角が当たって鳴ることが多いんで、ここは角を落とすんですよね。で、この面取りは、個人差あります。めっちゃ削る人もいれば、去ってして終わりな人がいます。誰が正解とかじゃないんですけど、私はこの角は削ります。そして、ここの間の溝、ここの角も削ります。これがいいか悪いかとかじゃないですよ。
あの日産のこういうセレナってブレーキ泣きがすごくなってるんで、そこを削ります。はい、これはねマジで好みです。自分はこんな感じです。この角を、まあ、落としてあげて、一応ここもね削るイメージでやってます。こんな感じで、で一応この時にこのシムがあるんですけど、これは再利用になるんで、これを付け替えます。こうやってね、綺麗に拭いて、で、付け替えます。これを付けていくんですけど、こんな形で、ブレーキパッドに。こんな感じで、こうやって付けていくんですけど、で、これを付けるときに、このグリスを塗ります。どうなんですかね、まあ指でこう伸ばす人もいますけど、私はそこまで指でするほどはしないですね。で、ここはこの跡が残ってるじゃないですか、丸い。ここはここのこのピストンが当たるとこなんで、まあこんな感じでつけますね。で、あとはこういう金具、これがそのままこうつくんで、ここが接地するとこ。基本的にこういう接地するとこはグリスをつけます。で、これですね。で、こっちもこうやって当たった跡っていうのがあるんで、この形、これがこう当たってるんで、そのままここに接地面になるんで、ここにグリスを塗ります。と一緒ですね。で、これをつければいいってことなんですけど、ここで注意しないといけないのは、これピストンって当然ブレーキパッドが減っていくっていうことは、これがもともとね1センチずつぐらいあったのがだんだん削られていくってことは、その分このピストンも新品の時より飛び出してるんですよね。つまりこの状態だったらこれ当たるんですよ、ピストンが。ってなると、このピストンを縮めないといけないですよね。で、縮めるときに気をつけてほしいのは、もちろんこのピストンをね押し縮めるんですけど、ここにはブレーキオイルが入ってるんで、このまま縮めちゃうと上のブレーキフルードが溢れる可能性があるので、そこは気をつけてしないといけないですね。これ縮めるときに専用工具があるんですよ、ピストンを縮める。でも私は使いません。なぜかこれは昔からこのハブキャッププライヤー、これ後ろのリアハブのロックナットを外すときにキャップがついてる、そういうときに挟んで叩いて抜くやつなんですけど、それでは使わないです。私はこれをね縮めるんですよ。これがリアブレーキです。で、なんかリアはこういうシムついてきてるんですよ。で、セレナは後ろがめっちゃブレーキ泣きするんですよ。マジでリアブレーキは本当ブレーキ泣きしかしないんで、その都度対策の部品とか出てるんですけど、なるんです。で、自分が日産にいた時は、ですね、まあこういうパッド、こういう角、もう全部落とします。あとここの隙間。で、一応これ対策部品になってるんで、ここが削られてるんですけど、まあそれでも角は落とします。こんな感じで角を落としていきます。で、これ本当好みなんで、私はこんな感じで削ります。で、あとは、まあ、グリスをつけて取り付けしていきます。で、これがスライドピン。ここにもグリスを塗っとかないと、
これがこの修道するんですけど、ここの動きが硬くなったらブレーキの引きずりとかになるんで、こういうピンにもグリスを塗ります。でもちろんこの上の方のスライドピンも塗っていきます。でこんな感じで、でブレーキパッドを交換をして、で最後に気をつけないといけないのが、ブレーキパッドを変えた時にピストンを縮めてるんですよね。縮めるとピストンがブレーキパッドを押す間に隙間ができるんですよね。でこれをブレーキパッドを変えて、よし動かそうと思ってエンジンかけて動かしたら、最初一発目ブレーキ効かない場合があります。でまあブレーキパッドを交換して動かす時、最初に何回かこうほら奥まで行くんですよ。何回か踏んでやって動かさないと、ちょっと動かした時に最初ブレーキ踏んだらスカッていってブレーキ効かなくて危ないっていうことがありますので、ここはね最後チェックしてください。ここを気をつけてもらえればと思います。はい、ということでね、ブレーキパッド交換終わりました。また近いうち動画上げていきます。バイバイ。